ジュニアチャンネル。玉木八郎さん。ということで、またも調査なんですけど、はい、今回は大会ラッシュだったんでね、今回は、U12 ジュニアサッカーワールドチャレンジ2023バーチャレ、ちょっとすみません、ちょっとわからないんで、ちょっと説明お願いします。これ出るの大変で、うん、もっと前段階に各地方で予選がある、6個か8個か、このレーソルですら予選出てます。レーソル出てるんですけど、北陸予選とか、大阪予選とか九州予選とかいろいろあって、ここに出るのめちゃめちゃ大変なんですよ。全国でってことですよね。いろんな予選にエントリーして、でその大会規模で優勝チームが行くとか、準優勝チーム行けたかな、基本は優勝チームしかここにエントリーできないの。なるほど。でそんな全国から、勝ち上がったチームプラス海外からバルセロナとユベントスが来ました。あのバルセロナとあのユベントスが来てくれて、同じように予選リーグから、さらに言うと、これダイヤハウスさん の、 大会なんですけど、全国からセレクションで集めたチームを元 J リーガーが監督になって2チーム出てる。この大会だけのための選抜チームで、選抜チーム、そんなのもあるんで、予選結果ベスト8にはね残念ながら残ってないのかな。ダイワーハウスさんすごい。そうなんです。じゃあベスト8に残ったチームを紹介しましょうか。もうたくさんのチーム出てたんですけど、ここで紹介しきれないので、あとはホームページ見ていただくという形にしたいと思うんですけど、いつものようにベスト8紹介しますと、まずソレッソセレクト、あとソルティーロセレクト、ヴィッセル神戸、またしてもこれもバーモントでね、毎年ねおなじみの、もちろん全日本優秀にも、そしてこれ千葉県開催なんで、千葉県トレス、県トレが参加してます。ベスト8残りました。あと横浜マリノス、オクセレントフィート、埼玉です、強豪です。でバルセロナ、そしてエコノメソッド先発、これはただスポンサーの選抜チームだった、ダイワーズさんと2チームになったんで、そんな感じだと思う。聞いたことありますね。ありますか。エコノメソッド選抜、これ以上は多分何も出てこない。ちなみに千葉県からは柏レイソル、あと千葉県って言っていいのかあれなんですけど、マルバ、マルバもセレクションチーム、それとジェフ、で、千葉県トレセが出てるんですけど、柏レイソルは、ベスト16で横浜マリノスに3対1で敗れ、惜しくもベスト8を逃す。それとマルバーの方は、ソレッソセレクトとやりまして 0-0 PK 負けとベスト16で、ここは非常に惜しかったです。マルバさんは去年のバーチャル優勝、これって8人制だよね。まだね11人です。これあもう11人なんだ。バーチャルはそう、11人制です。あとジェフも出てますけども、予選リーグでバルセロナと同組になりました。
コアまでは分からない。3人です。すげえ印象。予選リーグ敗退、敗退っていうか全順位決めるんで、うん、当然負けたチームも順位決定リーグある、ね、ある、はい、ベスト8からいきましょう。ベスト8まず1試合目、ソレッソセレクト VS ソルティーロセレクト3対0。ソレッソセレクト、ソレッソ熊本だってジュニアレースもめっちゃ強いですよ。じゃあベスト8の2試合目、はい、ヴィッセル神戸、うん、VS 千葉県トレセ、うん、1-0ヴィッセル神戸。千葉県トレセ惜しくも、いやでも 1-0 3試合目いきましょう。横浜マリノス VS エクセレントフィート2-1、うん、横浜マリノス2-1じゃねえ、もうどっちが勝ってもって感じですね。エクセレントフィートもこれ全日本星淡々と狙ってると思うんで、ここも要チェックだと思います。そして出てきましたバルセロナ、はい、VS エコノメソット先発4-0バルセロナ4-0っすか、強いっすね。見たかった、見に行きましょう。福田でやってました。あ、そうなんだ、はい、これ毎回千葉県で開催ってことではない。でも去年も千葉県だ。そうですね。もしかして場所の問題、季節が変わって、うん、場所の問題でもうもしかしたら来年も来たって可能性もあるかもしれない。空港から近いからじゃないの。あ、そういうのもあるかも。準決勝いきます。ソレッソセレクト VS ヴィッセル神戸、1-0ソレッソセレクト。ヴィッセルもいいとこ行きますね、いつもいつも。ソレッソさんが続け決勝進出と。で準決勝のもう一個、柏レイソルを破ってエクセレントヒートを破って上がってきたマリノス、横浜マリノス VS バルセロナ、8-1バルセロナ。何これ、こういうことエグいね。エグすぎないですか。何かやったんだ、何かやった、噂的なもの。いや、何かチャレンジって何かやったんじゃないか。あ、マリオスの方が、うん、何かやったんすか、ね、新しいことやったのか。決勝行く前に3位決定戦いきます。ここでマリオスさんの強さ分かると思いますね。ヴィッセル神戸 VS横浜マリノス、はい、1-1ほらね、OK、PK 3-2でヴィッセル神戸。ほらマリノス弱くない、弱くない、そりゃそうだね。レースを破ってきてる。8-1は何かやっぱ使ってる。まあ、ね、それこそノックアウトシステムだから勝ち点取るしかないからね。これ覚悟の上でのなるほど、ゲームプランだったんだろうけどね。ちょっと3点差ぐらいになった時に、それを上回りにいった結果、そういうことは経験しましたし、この3位決定戦からちなみに、福田電子アリーナでやってるはずです。で決勝いきますね。決勝ソレッソセレクト VS バルセロナ3-1バルセロナ、バルセロナ優勝でございます。おめでとうございます。試合見たかったね。そうです、見れるんですよね、福田に行けば。夏休みコロナも明けたし、海外からもたくさん呼んでいただいてね、こういう交流も一生の思い出ですよ。ザイハウスさん、ぜひ来年も夢を、子供たちに夢をかけてください。というわけで、はい、今日は
ュニアサッカーワールドチャレンジ2023をお送りしました。ありがとうございました。スゴー農園の提供でお送りしました。